いっちゃうよ。はい、どうも皆さんこんにちは、森森です。今回は建築学生におすすめするフォントの探し方について紹介していきたいなと思います。画面にね、4つの違ったフォントを載せているんですけど、平木の覚悟プロとかね、 AB キリギリスとかっていろんな名前があるんですけど、建築学生って、プレゼンシートであったり、作品にね、文字って書くこと多いじゃないですか。そういったプレゼンシートに載せるときの文字選びって結構重要だと思います。簡単なそのゴシック体であったり明朝体を使うのもありなんですけど、個性的な自分オリジナルの文字っていうのも一つの武器になると思うんで、今回はそちらのフォントの探し方を紹介していきます。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで、検索画面に来て、Adobe フォントって調べてください。すると、一番上に Adobe フォント無制限のフォントを検索っていうのが出てくると思います。じゃあこちらをクリックしていきますね。はい、ということでやってきました。高品質のフォントがすぐ入手可能ということで、こちらね、Adobe の、ライセンスを持っている方は、無料でフォントがたくさん使えますよっていうプランになってます。で、これは Adobe のライセンス持ってない方は利用できないんですけど、まだ持ってない方もきっと Adobe を使うことも多いんじゃないかなと思って、使ってる方限定にはなるんですけど、逆に持ってる方は毎月ねお金払って使ってると思うんで、こういうフォントについてもしっかり取り入れてもらったらなと思います。早速ね、このフォントの探し方見ていきますね。でまずこの画面から、フォント一覧っていうところに飛んでいくと、はい、来ましたね。最初、言語及び文字体系というところをまず見てもらって、今日本語になってるんでいいんですけど、もし最初ね、すべてになってると、英語とかばっかり、こういった文字ばっかり出てくるんで、ここの、言語のところは日本語にしておいてください。で日本語に変えると、こんな感じでいろんなね、文字が出てきて、これだけでも結構楽しいですよね。自分好みの好きなそのフォントを選べるっていうことで、こういう、これも僕結構好きかな。スタイリッシュというか、可愛いですね。これとか、他にもこの選び方、明朝とかゴシック、で、丸ゴシックとかいろいろあるんで、例えば丸ゴシックがいいなって人はここを押してあげて、で、ダウンロードの方法なんですけど、例えばこの、丸々ゴシック A っていうのを取ろうと思ったら、こちらのファミリーを表示っていうところをクリックします。するとこういった形で画面が移動して、ここにねプレビューみたいなのが出てきて、でこちらのダウンロードなんですけど、この2個のフォントをアクティベートって書いてるところにチェックを入れますね。するとこういった形で下にね、2個のフォントアクティベートしましたっていう通知がね来るんですよ。でこの状態で例えばフォトショップに行ってみますね。で、ここでちょっと文字変えてみます。さっきの文字、さっきの文字何やったっけ、丸々ゴシック A か。丸々ゴシック A で、なんか漢字があって、ちょっと読み方わかんないけど、あ、これですね。例えば、これにしたら、丸々ゴシック。さっきの平木の覚悟やったんが、これね、これやったんが、これに変わるという感じで、もうすぐね、利用できるんですよ。で、アクティベートって何かって言ったら、ダウンロードと違って、そのアクティベートっていうのはすぐね、その、ここでリンクして、そのクリエイティブクラウド、Adobe のフォントをアクティベートって今使える状態にしますよっていう風にしたら、すぐ Photoshop とかそのイラストレーターとかね、他の、Adobe 製品の中ですぐ使えるようになります。なんで、その、もうリアルタイムでね、すぐ使えるんで、例えばシート、プレゼンシートを作ってる時に、やっぱこの文字じゃないな、みたいな時に、今日ね、その Adobe のところ、こっちまで飛んできて、で、そこですぐアクティベート、フォントをアクティブっていう風にすると。で、また戻って、こっちに変えてあげてみたいな感じで使っていったら、毎回のその設計した作品に付随してそのもうフォント自体も選べるっていう形になってます。そんな感じで使っていったらなと思うんですけど、で他にもね、探し方はあって、例えばフォントパックっていうのを押してあげると、ここでねその日本語のフォントパックみたいな、こういった感じでなんか勝手にも作ってくれてるパックもあるんで、こっから使うのもありなんかなと。こういう最強ビジネスパックってすごい名前やけど、例えばこれ見ていくと、パックを見るで開いてあげたら、これ最強ビジネスパックっていうのが出てきます。あ、確かにちょっとかっこいいですね、これは。こういう感じで、パックで見たりとかもできる。で、あと他の探し方もあって、このフォントメーカーっていうところを押しますね。で、フォントメーカーに移動してくると、この新しいアーティストとか、そういういろんなねおすすめみたいなのがいろいろ出てくるんですよ。でこの全てのフォントメーカーってところからちょっと探してみて、このフォント線みたいな、これもさっきちょっと見たんですけど、これねフォント線のやつ可愛くないですか。これ結構このねなんか全体的にいろいろ種類があって面白いなと思って、 AB ドンマイとか、ドンマイって何か分からんけど、そのままの意味なんかな。なんかベイビーウォークとか、カントリーロードとか、ブーイングとか、
なんか名前のセンスがちょっと面白い。こんな感じでね、AB イントレとかね、これも結構可愛いかなと思います。ロゴとかに文字入れるときにもこういうの使えるのかなと。 AB 消せるとかね。これアクティベートにチェック入ってるやつは僕が持ってるってことなんですよ。まあ、この消せるちょっといいなと思ったんで、さっき入れたりとか AB キリギリスを入れたりとかねしてて、この木こりちょっと欲しいんで一回入れてみますね。でさっき言ったみたいにこのフォントアクティベートをクリックしたら、まあ、この下にね通知が来て、でこっち移動して、AB 木こりかな、 AB 木こりどこやったっけ、探してあったって AB 木こりで、これで AB 木こりかで打ってあげたらこういう風になった。まあこれは使われへんけど、まあ可愛い文字にはなったかなっていう。こういう感じでね、今回単純に、まあ、Adobe のねそのフォントの探し方なんですけど、まあ、建築学生のその、まあ、デザイン、例えばその設計でこういったデザインしたけど文字ダサいとかっていう人僕はちょっと嫌なんで、まあこんな感じでね今回は文字の紹介やったんですけど、まあ、なんでこれ紹介したかっていうと、まあ、例えばその設計課題、さっき言ったんですけど設計課題でプレゼンシート作った時に、文字はなんかただのゴシック体とかただの民調体の人とかねいたら僕はちょっと嫌なんですよね。まあ、なんかせっかくそのデザインをするんであれば、そのプレゼンシートのデザインも凝ってほしいなっていうか、文字もしっかりフォントを決めてあげた方が絶対かっこいいし、その洗練されたものいいものになると思うんで、まあ、もしねそのいい課題とか作ってやってるけどなんかシートがダサいとか、まあ、普通にフォントね、フォントの数いっぱい欲しいって人は、まあ、この動画参考に、フォントたくさんのフォントを手に入れてもらえたらなと思います。という感じでね、今回の動画は以上になります。またこの動画も良かったなと思ったら高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。Me through my two-step.